エリック・スピーカーマン2020エリック・スピーカーマンのデザインによるタイプフェイスのサンプルエリック・スピーカーマンはドイツのタイポグラファー、デザイナーであるブレーメン美術大学教授。自宅の地下室で金属活字による印刷書を経営しながらベルリン自由大学で美術史を学んだ。1972年から1979年の間は フリーランスのグラフィックデザイナーとしてロンドンで活動し、ベルリンに戻った後、二人の共同派と共に事務所メタディスインを開設。1989年、妻ジョアンと共にメールオーダーでデジタルフォントの配給に対応する業界初のフォントショップ、フォンチョップを開く。同ショップは現在フォンチョップインターナショナルに名を改め、フォンテファントを通じて、 多様なフォントを販売している。メタディスインでは、いわゆるドイツ的清潔さを押し出した、インフォメーションデザインを複雑なコーポレートデザインに応用するアプローチで、b v g やデュッセルドルフ空港、アウディ、フォルクスワーゲン、ハイデルベルクプリンティングなどをクライアントに仕事を行った。2001年、ポリシーのフィッチからメタディスインを離れ、ベルリン・ロンドン・サンフランシスコを拠点に、イドンを創設。 2006年4月、デザインへの貢献に対しパサデナのアートセンターカレッジ、オブデザインにより、名誉博士号を授与されている。クリスチアン・シュバルツと共にデザインしたドイツ・バーンのための、書体は2006年のドイツ連邦デザイン賞、ゴールドメダルを受賞している。この賞はこの分野で、ドイツ最高の賞である。2007年、イドンは、スピーカーマンパートナーズに名を改めた。 スピーカーマンによるタイプフェイスには、FF メタ、ベルリーナーグロテスク BQ、FF インフォーディスプレイ、FF インフォーフィス、FF インフォーテキスト、FF メタボイルド、FF メタコンデンスド、FF メタコレスポンデンス、FF メタサブノーマル、ITC オフィチーナディスプレイ、ITC オフィチーナサンズ、ITC オフィチーナセリフ、FF ユニットなどがある。また、 この他にもコーポレートデザインの一部としてデザインされた書体が複数ある。強著に羊泥棒をやめて文字の仕組みを知ろうがある。数多くのコーポレートアイデンティティの制作やその他の仕事があり、よく知られているものでは雑誌版、エコノミスト及び同じく雑誌、ディーズンの再デザインがある。ありがとうございます。